関係ない話をしながらお送りしていきましょう。ヘイスリータイマーセット、時間を指定してください。20分、タイマーはすでに動いていて6分と15秒になっています。置き換えてもよろしいですか？ Yes、 タイマーは動いていて20分になっています。はい、そうしましたらですね、今回、まあ、全く関係ない話を、しながらやっていきたいわけですけども、今回はですね、まあ、チーズの話の、まあ、第2回ヒッポル2、チーズの話でもうちょいちょいやってんのかな俺まあいろいろなところでチーズとか出てくるからその話はしてるかと思うんですけども、その、まあ、パート2みたいな感じでやっていきましょうか。まあ、ただパート2とはいえ、まあ、その2とはいえ、別に第1、そのパートはパート1、その1をの話を踏まえてるわけじゃないんで、別にあらたしかもだいぶ前だからね、1回目の話、別に過去に遡ってその1を聞いてみようじゃないかっていう風に探さなくても別にいいとは思います。続きとかそういったお話でもないんで、前の話を聞かないと分かんないような話ではないんで、そうですね、チーズですけども、まあ、皆さん好きな方嫌いな方いらっしゃると思いますけども、チーズってそうだよね、好きな人は本当に好きだし嫌いな人は本当に嫌いだしね、そこら辺のまあ、線引きじゃないけども、なんか好き嫌いはすごく分かれるような、食材ですけどもね、まあ確かに発酵食品だから嫌いな人もすごい多いと思いますけども、基本的に僕はその好き嫌いないんで、まあ、大体分かんない、好き嫌い昔はあったんだけども好き嫌い克服って言えばいいのかな、なんだろう、克服とかそういった感じじゃないんだけども、気がついたら食べられないものがあんまなかったというか、まずいものは嫌いですよまずいものというか、そのなんて言えばいいんだろう、例えば料理として間違ってるものは嫌いですけども、間違ってる美味しくないものは嫌いだけども、いわゆる食材単位で普通に人が食べるものに関し、まあ大体の人が美味しいというふうに言って食べるものに関しては言うほど嫌いなものは、まあ本当に差し当たって見つかんない僕なんですけども、で一応もう下手物関係も、露骨なものじゃなければ、まあ、チャレンジしてみたいとは思うかな。前も、これ言ったか分かんないけども、あくまでも人の食べるものとして、あるものであれば、比較的、チャレンジしていきたいなとは思うんですけども、なんていうのかな、まあ、昆虫、例えば昆虫系も、そないに好き好んで食べたいなっていうふうな感じはないんですけども、まあ、美味しいんであれば、まあ、ただね、それもあくまでもこの人の食べるものとして、なんていうのかな、あるじゃないですか。で料理としてそれが美味しいからっていうふうに料理されて、ちゃんとこの食べやすいように、いろいろこう、きちんといろいろな設計、料理として、細かいとこまで、丁寧にこのいろいろされた果ての、
食べ物だで、あ、料理であれば食べますよ。逆にほら、ゲテモノ料理ってあるじゃん、よくゲテモノとしてのこのエンターテイメント性の方にこの追求す、要するにこの見た目とか 見た目とか エンターテイメントって言っていいのかな、いわゆる本当に気持ち悪いものを食べることへの、を楽しもうっていう感じで、こう、例えば、あるじゃないか、昆虫とかでも、虫とかでもさ、気持ち悪いことを想定して、例えばこう、なんつうの、足とかさ、羽とか、そういったものをこう、つけたままで、だから普通は、だって料理として考えるんだったらそれは外すでしょ、普通は取るでしょ。あれですよ、例えばまあエビとかだったら殻とか、もちろん殻のまま食べれるものとかはついたままだし、剥いて、まあその剥きながら食べることが美味しいやつだったら剥きながらかもしれないけども、例えばエビフライだとかはやっぱり下ごしらえの段階で殻とかは剥くでしょ。そういったあれと同じように、下ごしらえするじゃない 下ごしらえの段階で、そのいわゆる食べるのに即してない部分を取るじゃない。そういったことをされてないものとしての料理、例えば要するに気持ち悪い見た目でを食べることがどのこうのみたいな状態のものは嫌です、正直言えば そうじゃなく、きちんと料理としてあるべき姿として、だから個人的にはなんだっけ、イナゴの、あれは佃煮かな、フライかな、を食べたことはありますけども、イナゴに関しては、あれに関してはやっぱり下ごしらえされてるからね、いわゆる、前足とかは外してあるし、羽とかも多分、よろしくないところは外してあると思うんだけども、だそういう状態になってる料理だったら別に嫌いってことはないかな、ことはないけども、食べてみたけども食べれないことはないなというふうには思いましたけど、まあ別段すごい美味しいかといったらそうでもないけどね。まあ、嫌がるほどじゃなかったかな、イナゴに関しては。まあ、わかんないです。いろんな、ゲテモノ言ってもそんなに、食べた、経験もそんなに多いわけじゃないんで、本当に、そういったものが本当に食べれるかどうかは、口のところに持っていくまで、自分でもわからないところがあるんですけども。まあまあ、その話は、一旦横に置いておきまして、チーズですね。全然チーズじゃないとこ始まって、あれだけども、チーズは、そうだね、ちょっとね、好きなチーズ何個かありはするんですけども、ただ、そうだね、順位、一番好きなのはカマンベールチーズかな。クリーミーな、感じの白カビチーズですね。で、モッツァレラと、あと、
ミモレットチーズとか結構好きかな。で、まあチーズってこう、まあ順位こうつけられるほど、なんていうかな、どれもこの味の幅がすごいあるから順位はこうつけづらいですけどね。同じ、なんていうかな、同じカテゴリー、チーズカテゴリーとしては一緒なのかもしれないけど、なんか同じものとしてこうカウントできるようなあの味じゃないっちゃ味じゃないんで、順位はつけづらいですけども、まあそんな感じで、よく、まあ好きなんでいただきますけども、まあところでけども、ミモレットチーズって皆さんご存知ですかね。すごくおしゃれな名前、ミモレットねついてて、フランスかな、フランスのフランス語なのかな、ヘイシリー、ミモレットって何？ミモレットはフランス原産のチーズの一種、原料は牛乳だが、アナ糖色素を使っているので、色はオレンジ色、大きさは20センチメートルほどの上下が潰れたボール状。それだけ？肝心なこと言ってないんじゃない？肝心なこと言ってないんじゃない？そう、ミモレットチーズ、よく、普通にスーパーとかでも売ってるあのチーズなんですけども、召し上がったことがある方も、かなり多いことでしょう。結構メジャーな方だと思うけどね。多分まあ、居酒屋さんでも何でもいいですけども、そういった、お酒が飲めるとこで、チーズ盛り合わせとか頼んだら、結構高確率での、高確率かな？混ざってることも多いんじゃないでしょうか。味は、普通のチーズはこの赤ワインまあ赤でも白でも何でもいいですけども、ワインに合うような感じの、チーズなんですけども、普通はねワインと一緒にこう召し上がることが多いと思うんですけども、ミモレットに関してはまあもちろんワインにも合いますし、まあ結構味がからすみに近いような味っていうことで、日本酒とかにもよく合う、感じになってます。そんな、美味しいミモレットチーズなんですけども、相当美味しいミモレットチーズなんですけども、実は、これねどうなんだろうね、結論から言うと、ミモレットチーズは、ゲテモノに属するやつなんですよ。はい。ご存知の方はご存知でしょうし、まあ、ご存知ない方も、いらっしゃるかもしれませんけども、まあ、どこがゲテモノなのかって思うでしょう。普通にスーパーで、本当に、どこでも売ってるし、しかもゲテモノ要素がどこかっていうの、パッケージに書いてないのね、まあ、内容物に書いてないのね。で、そのパッケージのにこのミモレットチーズとはっていうのがまあ普通あると思うんだけども、そこにも書いてないからね。で、実はミモレットチーズって作り方なんですけども、発酵の際に、ダニを使います。鳥肌立ってきた。大丈夫？ダニで発酵させるチーズなんですよこれ。でも今ウィキペディア、スリーに読んでもらいましたけども、その時に全然もっと先の方に書いてあるんだけども、まあダニチーズですよ。チーズダニっていうダニを使って作る
チーズで、基本的にはその、ま、周りミモレットチーズってその普通にこう皮って言えばいいのかな、一番外側のところに硬い部分があると思うんだけども、なんか見た目メロンみたいなやつね、あそこの部分にダニをこうつけて、でダニがこう外側をまあ食べたり しながらこう発酵させていくと。で、まあ酢というかチーズ好きな方的にはね、まあ言う本当にそのあれな方は、なんていうかな、そのチーズの熟成期間ってまあ表示されてますけども、あれは本当に生きたダニがこうくっついている状態の時間を、言いますんで、まあ書いてあると思うんですよ、ミモレットチーズにこの熟成時間、まあ何年だとか何ヶ月だとかって書いてあると思うんですけども、あれはダニがこう何かの理由で、死んじゃったりとかしちゃってる期間っていうのは、そのミモレットの熟成期間には入らないそうです。熟成期間、発酵期間。大丈夫だ、行こう。なので本当にそのミモレットを目利きして、買う人、召し上がる人、まあ、しかも生きた状態のねダニがこうきちんといるかどうかで、そのミモレットが元気かどうかというか、いい状態かどうかを判断するそうで、だからスーパーで売ってるミモレットに関しては、いわゆる外側の皮をまあついてる場合もありますけども、まあ外して売ってることの方が当然多いんですけども、チーズ好きな方から見そのあれすると、まあ、チーズ好きというかそのチーズマニアな方からするとそれはフェアじゃないと。どういう状態か、ダニがこのきちんと元気な姿でいることを確認 して、まあ、買いたいそうです。下手者、うん、で実際そのダニの部分、一応皮の部分は外して食べるのが、まあ、普通なので、まあ、食べられますけどね。僕その皮の部分を食べましたけど全然美味しいし、まあいいアクセントになるんで、まあ外さないで食べたいな感は少しありますけども、なその部分ダニがまあ生死問わずいらっしゃって、でそのダニは口に入っても全然人体に害はないそうです、ですね。だから気分の問題まあいやうーん、まあ嫌だと感じる方の方が絶対多いと思いますけどね。まあでも本当美味しいチーズなんで、それ聞いてもその食べないことを選ぶくらいならば食べますよだって美味しいんだもん、 すごく美味しいんだもん。まあでもゲテモノそういうの多いよね、なんか後から聞いてどうだからって、まあもう美味しいものとしてもう普段から食べているものが後からゲテモノだって言われても俺だけかな。まあ、子供の頃とかだったらね、
それを聞いたらもう食べられないっていうふうに思うことのが多いかもしれないですけども、まあまあもう20分か、まあそんなこともなく僕は美味しくいただいてますけども、本当でも実際全然そのパッケージとかにあの谷がどのこのって書かれてないからね。でもそのダニが理由でアメリカに関してはね輸入禁止らしいですよ。でただやっぱりミモレット好きな人が多いからなんだ輸入禁止撤廃運動みたいなのはあるらしいですけども、だ理由としてはだから生きた生物、生物というか生きた状態のそのまあ虫まあ生物がついてるから輸入禁止っていうことらしいですもん。具体的に虫がついてるからとかそういうふうには言ってないけども、まあなんだ衛生上の問題みたいな感じですけども、はい。で時間来ちゃったけどもう一つあるんだよな、喋りたいことが。ヘイ、セリータイマー5分にセットして。タイマーを5分にセットしました。5分で喋りきれるか分かんないけどね。もう一つチーズのお話、ゲテモノの話なんか最初に冒頭にするからいかんのいけないんだけども、チーズ嫌いの方がいらっ結構いらっしゃるっていうお話をしましたけども、まあいろんな理由で、まあ、嫌いな方はね多分理由一つじゃないと思うし、いろんな人がいろんな理由でどの部分が嫌いっていうのはあると思うんですけども、まあチーズ、逆にこれはチーズ好きな方はよくわからない、僕なんかはまあ分析とかはできるけども分かることじゃない、実際には全然自分の身に見た、そのなんつうの分析はするけども本当の理由はよくわからないんですけども、チーズ嫌いな方でピザは食べれる、ピザだけはピザだけ、チーズは嫌いなんだけどもピザは食べられるって方が多くないです。今のところその最近結構いろんな方に質問というか聞くんですけども、皆さんまあ大体9割の方はもっとかな、チーズ嫌いだけどもピザは食べられるという方大体9割ぐらいはそうですね。なんでだろうね。分析、勝手な分析は結構するんだけども、一応その、チーズ、まあそのチーズ嫌いでピザ食べられる方に、その、なんで食べれるのかって、こう、聞くと、まあ大体の方は、チーズっぽさが消えると。まあ、チーズっぽさが消えるチーズっぽさが何なのかっていうのがいまいちピンとは来てないというか、まあ何分そのチーズ好きな方としては、例えばまあ温めるとそのまあチーズの風味というかね、そういったやつはこう強まりはするんですけども、勝手なイメージ、まあそうだね、いろんな、お話は聞きつつも
意見としてはなんか一応チーズは発酵食品なわけなんだけども、まあ加熱してその発酵部分のはなくなると、もちろんいい方の風味だけは残るっていうでしたけども、まあ何分ねチーズ好きな人間としては、まあだからチーズ嫌いな人がどこの部分を嫌いなのかが分かってないからね、それが一番問題とは思うんだけども、皆さんどうですかね。まあ多分お近くにチーズ嫌いな方、もしくは実際にご自身がチーズ嫌いだけども、食べれるよというピザは食べる、まあ方がいらっしゃったら、何がチーズのどこのどういうのが嫌いで、何がこのピザの何がそのチーズの嫌いな部分を消させてるのか、まあ具体的にピザっていうあれだけども、ピザ以外もね、なんかなんだ、炒めたソーセージ にチーズかかってかけたものだとか、そういったまあチーズを加熱したものに関しては食べれるっていう方が結構いらっしゃるんで、まあやっぱりそうだね、発酵食品の発酵部分が消えるっていうのが一番ピンとくるかなという気がするんですけども、どうなんですかね。ちょっと真面目にこの調べた方がいらっしゃったら、もしくはね、ネットで検索しても、なんだろうな、ヤフー知恵袋って聞、その専門家ではない方が、まあ、質問、C の、あの質問、あのその質問に答えぬっていうことが多いんで、正確な正しい理由が分かっていないっていうのがあれなんですけども、どうなんでしょうかね。まあいろいろ、まあ分かることが、続報じゃないけどもあったらまたお話ししていきたいと思いますけども、まあ時間も、いい感じなんで、まあね、そんなこと言わず皆さん食べてみましょう。特にミオブレットね、ミオブレットは本当美味しいんですんで、まだ言いたいことあるんだけどね、まあいっか。では今回ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ひゆえです。